こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 法人化のタイミング、減価償却終わる前か後か、まあ、こういったテーマでですねお話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内容になります。築15年の木造アパートを父80代がですね所有しています。不動産所得が現在1000万円ほどあり、税金の負担が大きいです。もし法人化するとすれば、減価償却が切れる22年目にするべきでしょうか。まあ、こういった質問内容になっております。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね解説していっております。私が過去メルマガで書いてきた相談内容から厳選してですね紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですねよろしくお願いいたします。はい、ではですね回答の方に行きたいと思います。まず結論からですね先に申し上げると、減価償却が終わる前ですね、終わる前に法人に移転した方がいいんじゃないかということですね。なぜかというとですね、まあ、今回のようなケースですね、ちょっとご高齢の方ですね、ご高齢の方が法人に移すといった場合に、ちょっと気をつけなければいけないところがあります。何かというとですね、法人化によって節税する金額と相続税が増加する金額、これを比較して法人に建物をですね移転するべきタイミングを測るべきというところになってきます。なんでかというとですね、相続前にですね建物を法人に移転すると相続税が上がってしまうという可能性があるんですよということですね。これはですね一般論としてなんですけれども、一般論として現金の方がですね不動産よりも相続税評価が高いんですよ。不動産のですね相続税評価っていうのはかなり優遇されていて、まあ、路線価とかですね、土地だったら路線価、建物だったら固定資産税を書くという形で、市場価格をですねちょっと低めに設定してくれているので、現金の方がですね相続税評価が高いということになってきます。そうするとですね、不動産を個人が法人に移すということはどういうことなのかということですね。それをちょっと個人側から見た場合にどういうことかというと、まず不動産は減少するわけですよね。持ってた不動産を法人に移転するということは自分の不動産が減少する。その代わりに現金が増えるんですよ。これ売買代金という形で法人からお金をもらえますという形で現金が増えるということですよね。まあ、そうすると通常の相続対策とですね逆行するわけですよね。普通の相続税対策っていうのは、ね、現金が持ってたらそれを不動産に変えましょうと、まあ、そうすることによって不動産の評価が、相続税評価が下がるので、下がるので、なので、そういった対策をするんですけども、これは全く逆ですよね。持てた不動産を現金に変えるということになるわけです。ただしですね、ただし、法人化後ですね、法人化した後は、個人に家賃が溜まっていかないわけですよね。収入が法人の方に入ってきて、個人に家賃が溜まらないため、将来の相続税が上がらないという効果が出てくるんですよ。まあ、そうすると、一時的に上がる相続税、まあ、VS 将来の相続税の節税の比較がですね必要になってきますよと。まあ、ご年齢が、ね、若ければですね将来の相続税の節税が大きいということが考えられますので、なのでやっぱ早めに移転するってことをやるんですけども、ちょっとご高齢だとですねちょっとここを比較してみないと分かりませんよということになってきます。それからですね、個人から法人へ売買するには時価でしなければいけないですね。時価でしなければいけないですよと。で、建物の場合ですね、建物の場合は時価が母価として、この母価でですね移転することが多いです。母価というのは未償却残高ですね。減価償却していった残りの金額ですね。で、母価で移転することが多いですよということになってきます。ちなみにですね、賃貸建物の相続税評価というのは固定資産税評価 ×0.7 ですね。固定資産税評価 ×0.7 になってきますので、もし母価とですねこの固定資産税評価 ×0.7と比べて母価の方が大きければ一時的に相続税が上がる可能性がありますよということになるわけです。で、そうするとですね、母価が小さい方がいいんじゃないかというふうに考えてですね、減価償却がなくなるまで待ってしまうとどうなるかというとですね、これ母価がですね未償却残高が1円となってしまうわけですよ。1円となってしまう。
で、そうするとこれを母価を売却金額とすることが難しいんですね。母価1円でこれが売買金額ですよというと、さすがに1円というのはちょっとおかしいですよね。1円で売買したところで家賃収入が相当入ってくるわけですから、それはちょっとおかしいよねっていう話になるわけです。この場合ですね、固定資産税評価額などを、売却金額と設定する場合があるわけですよ。で、そうするとですね、売却金額がそのまま譲渡益となって譲渡税が発生してしまうということになるわけですね。まあ、譲渡税ですね、譲渡所得というのはこの売買金額、まあ、今回でいうとこれ固定資産税評価額ですねを設定したとすると、母価が1円ですから、まあ、丸々ですね、ほぼ丸々譲渡益になってしまいますよと、譲渡税がかかってきてしまいますよということになってしまうわけです。まあ、ですからね、ですから減価償却が終わる前にですね、終わる前に転しないとですね、譲渡税が発生してしまいますよということになるんだということですね。ですから法人へ移転するなら、母価、ね、未償却残高があるうちにですね、ある程度あるうちに、ね、実行することをお勧めしていますよということになるわけです。ですから相続税、譲渡税のバランスを見てですね、バランスを見て移転のタイミングを測るということが大事なんですよと、ね、減価償却が終わるまで待っててしまうとですね、余計な税金がかかってしまう可能性があるんですよということをですね、ぜひ覚えていただければと思います。